12時過ぎたんすだ、うん、動画を回し始めました。なんなんこれ、え、急に、急にやけど、ちょっと俺さ、この時間に人おるって少ないから、まあ、飲みつつ付き合ってもらおうかなと。あ、オッケーオッケー。飲まんけどな。うん。聞くだけな。聞くだけな。俺だけ。飲んだ、はい。ピーピー言ってますけども。はい。何？いや、じゃあまあもう出すわ、先。うん。気になるわ。ちょっと待ってよ。うん。はい。匂い、いい匂いしとるやろ。いや、まだあんま届いてない。まだあんま届いてない。届いてない。うん、いや惜しいな、この匂い届かんの。何？いや、もう俺も落ちにするから。これ、急にな、準備し始めたからな、りゅうちゃん。何？何のことか全然分かってない。あっつ、あっつ。今な、あの猫のうんちの匂いしかせへん。あ、もう一気にいけるから。うわ、なにこれ、うわ、待って、めっちゃいい匂いねんけど、なにこれ。俺のもうやるわ。やばない、やばい、見せていい、見せていい、やばない、じゃーん、これ一角っていうお店の、うん、取り上げてる。あ、なんか持ってきてくれてたね。そう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 、そういえばあのリスナーさんからいただきました、うん、なんでこれなんかっていうのに、うん、一角っていう店なの、あの香川結構有名やね。あ、一角っていう店自体がね。そうで、なんかお祝い事、うん、で例えば入学式とか、うん、卒業式しましたとか、うん、だから、まあ、まあ俺やったらさ、ちょっと今日めっちゃ試合活躍してんみたいな日に連れて行ってくれるようなお店だ。上等な店とか。上等でもまあ人気店やし。そう。こっちで言う表してやん、なんか分からへん。こっちなんやろな。あ、叙々苑は言い過ぎやろ。あ、それは言い過ぎ。叙々苑は言い過ぎ。でもあの家族で、うん、あ、ここやったら小猿行くとかさ。ああ、そういう感じね。あ、そう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 。っていうので一角っていう。これでもな、香川では多分みんな。そんな感じの家庭多いと思う。じゃあみんな知ってるってこと？あ、全然知ってると思うよ、うん、初めて聞いたけどな、俺。で、これちょっとひな鳥じゃないけど、うん、親鳥が人気やねん。あ、そうなの？親結構ちょっと固めの肉なんやけど、違うの？運動会始めた。ちょっと違うの？どうぞ食っていいよ。ちょっと固めって感じ。ひなはちょっと柔らかいかな、ぐらい。サイズは一緒なの？こんなもん、こんなもん、こんなもん。で、これに鶏飯とか言って、うん、あの炊き込みご飯の、うん、まあ、鶏バージョンぐらいで思っててくれていいよ。え、そういうのだったり、めっちゃうまそうやねんけど、ちょっとあのチンがちゃんとできとったのかわからんけど、うん、これ何で食べるの？手で。普通に普通にがっつく。手でいっていいよ。いいよいいよ。マジでうまい。これちょっと。な、あ、ティッシュ外すわよ。漬けもいったんかな。漬けと。で、俺光るココナナは行ったんか、行ったことあるんかな、この一角。お店自体に。あ、そうなの。そう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 。香川行った時に。行った時に、そう。香川しかない。そういうわけ。そういうわけない。いつ全国あるんかな。いや違う。五店舗ぐらいしか出てないはず。あ、少ない。香川で2店舗か3店舗ある。え、めっちゃ少ないよ。そう。大阪にもあるんかな。あつ。行くよ。よい、俺のもできた。よく出てよ。じゃあいただきます。どうぞどうぞどうぞ。うわ、待って待って、ちゃんとチンできてる。うん、うわ、待って、いや、あっつあっつあっつ、くそうまい、辛っ、そう、ガンガン食える、うまっ、やばない、いや、久々だわ、待って、辛っ、めっちゃ味やばい、マジ熱っ、熱っ、やっぱりうまいやん、いや、マジで、いただきます。ちょっとぜひ今度店舗に連れてってください。マジでうまいぞ、やば、あの、なんていう、店で食うやんか、うん、夜中に持って帰って食うように、あの持ち帰りとかも全然するもん。熱っ、
通に暑い。暑すぎた。え、ほんまにうまいねんけど。ちょっと猫舌なんで、あの私。うん、まっ。うまいやろ、普通に。これ深夜あかんわ。暑い。暑い、暑い、暑い。深夜やからこそうまいとこある。そう。なんかな、だから、何運動会の晩とか、うん、まあ行くでもいいし、予約取れんかったら持ち帰りで、なんかじいちゃんばあちゃんとこでなんかみんなでこれ食うみたいな。兵庫県ないんか、じゃあ大阪まで行かないんかい。大阪が店舗なんか持ち帰り専門店なんかわからんけど、あったはず。あっく、うん、ほう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 、やば。しかも鶏肉っていうのがいいわ。俺もさ、うん、鶏めっちゃ好きやん。やっぱ豚は脂乗ってて、で、まあ、牛といえばタンやん。で、鶏もめっちゃ好きやん。一番好き、鶏が。うまいや、別格でうまいぞ、ここは。めっちゃうまい。マジ、今まで食ったチキン、なんか一番うまいかもしれんぐらいうまい。うん。ほんまに。マジで。で、これちなみにあの、何ネットで取り寄せができるはず。ほうなの、うん。だからぜひ、皆さん、ネットでのお取り寄せ。あ、これした方がいいわ。うん、まっ。うまいわ。うん。これこっち側もくれる。うん。何年くらいある。で、めっちゃ食べやすい。なんか。こうさ、綺麗にこう、がっつけるようにこう、形になっとんよ、こう、ちょうど。マジでうまいから、これ。案件じゃないです。全く案件じゃない。案件じゃないです。あ、ぜひ、案件ください。喜んでします、これ。100本ぐらいやっても食えそうやな。うん、マジ、本店行こう。本店というか、まあ、香川に。でもさ、なんか、やっぱ食べ物って伝わりにくいやん。伝わらんのよな。これ匂いとかさ、味とかってやっぱ伝えるの難しいんよ、うん。でもここ、あの、1個あるよ。もう、あんま食わんとここまでがっついて食うっていうのは、うん、ほんまに美味しいんだろうなと思う。確かに確かに。マジでうまい。めっちゃスパイス効いてるわ。店行って、親鳥食いたいわ。全然ちゃう。全然違う。うまっ。めっちゃうやん、こんなん。めっちゃ柔らかいし。サムネ。ほんま、深夜に何しとんねん、男子やけどな。うまだから、おすすめプランとしては、香川行くやんか。うん、まあまあ、午前中ぐらいに出発しといて、昼にうどん食う。うどんはもう昼飯やから。で、夜に一角行って、この鶏肉食って帰ってくるっていうのが一番もう、ベストプランですね。あ、この前行ってよかったな、これ。マジで。上の方が人気でこれやろ？ん？親の方が人気で、うん、これひなやろ、うん、親どんだけうまいのもうなんかな、俺小学校の時にやっぱ硬いんよ、親鶏って、うん、からちょっと親への憧れとかもあった。うん、親鶏食うのはちょっと大人の階段一つ登ったみたいな。そうなの。そうそうそう、うまっ。あともう一個あるで。何やろ。うん、うまいこと1個ある。うまい。え、これ食いながら鶏飯とか、うん、いろいろあるんやけど、
ちゃうまい。オッケー。りゅうちゃんごちそうさまです。早すぎやろ。なくなっちゃう。あと数字みたいなのがあるけど。辛くない？え？辛ない？うん、これが普通で生きとるから。そう、そういうのもない。わからんのよね。香川のうどんって美味しいんって聞かれるけど、うん、普通ないよ。そう、普通ないよ。まずいうどんってなんやねんってなるやん。じゃあもしかしてこれ聞きてから気づいた？いやでもママちゃんのうどん普通にうまいからね。うん、てか丸亀製麺とかよく行くけど、全然普通に美味しいからな。でも別格やねんな。でもなんか香川帰った香川帰った美味しさがあるし、うん、なんかな、麺がちゃうねやっぱ。麺のコシかな。やっぱ冷凍うどんとかやっぱこう箸で持ったら箸で切れてもやんか、もっとしてんで、うん、プチプチって。それはもう香川行ったら多分お店でほぼほぼないから、そういうのその辺ぐらいちゃうかな。うまいやろ。最高やろ。また行こう香川。次これだけのために行く。うん、うどん食って、晩飯に行く、これ食って帰るか。うん、次午前中から行くねんな。この前いきなり行ったのかな。そう。いきなり5時に出発したから。うん。でも手が出っと出てる。分かそれでは夜食の飯テロでした。じゃあ。